皆さんこんにちは、亀三昧です。今日は久々にミシシッピ匂いガメを撮影しています。で、あんまりね、最近ミシシッピ匂いガメ動画にしてなかったんですけど、今回ね久々に撮っています。今回紹介するのはこっちの子、こっちの子ですね。ちょっとね変わった色の個体なので、紹介をしようと思うんですけども、元気だな。ミシシッピニオイガメね飼ってる方はね、比較がしやすいと思うんですが、この子ちょっとね色がちょっとピンクがかってるんですよね。わかります？この肌とかこのほっぺのあたり少しねピンク色になってるのわかると思います。で、これもねちょっと色が明るい個体っていうのはいるんですけど、ほんと色の抜け方がこの成長線のところは黒いけど他のところがちょっと茶色みがかってる、こう全体的に見ると、まあ大げさかもしれないけどね、ホオアカドロガメみたいな、感じのカラーリングをしている子です。ちょっと色味が変わっていると思いませんか？あんまりこうミシシッピニオイガメっぽくない色ですよね。で、ちょっと比較としてこちらのまあよくいるだろうなって感じの、ミシニを連れてきました。まあこんな感じで、甲羅は黒っぽくて、まあ、この辺はちょっと色抜けてますけどね、茶色っぽくなってます。で、本来肌はこんな感じで黒っぽいというか、グレーっぽい感じの頭にこう黄色いラインが入ります。で、もう一回こっち。ほら、こんな感じで、ちょっと赤みが入っているのがわかると思います。で、目もね、パッチリしてて可愛い亀だと思います。で、この子ね、別に、普通の子、ノーマルとして、購入した子で、特にね値段が高いとかそういうわけじゃなかったんですけど、こういう感じの、変わった色合いに育ってきました。特にね色揚げ用の餌をあげているわけでもなくって、普通のね咲き光とか、カメプロスとかをあげて育っている個体です。なんかノーマルで買ってベビーの時もね、別に普通だったんですけど、こんな感じで変わった感じで育つと、ちょっと面白いですよね。ちょっとご飯あげてみます。で、あげるのは、他のカメと同じような、サキヒカリという餌です。こんな感じで結構触られた後もね、ご飯普通に食べるし、すごい状態はいいです。まあ、個人的にはもうミシシッピニオイガメに関してはもともとこう食欲旺盛なカメなので、餌食べないと思ったらちょっと状態悪いのかなって、思った方がいいぐらいだと思います。まあ今ねこんな感じで触られた後でもすごいバクバク食べるんで、まあ、こっちの子も食べてますね。で、ミシシッピニオイガメはこうやって
食欲が旺盛なのも、魅力の一つとして挙げられます。あんまり大きくならないですね。だいたい大きさは、まあ、10センチぐらい、10センチぐらいです。ね、小型のカメで、で、甲羅干しもね、まあ、欲しいっていう方もいますが、別になくても全然育ちます。特にね、陸場を作る必要がなくても、足場さえあってね、息継ぎをすることができるレイアウトであれば、普通にね、陸場がなくても育てることができますし、水質のね、そんなにこう敏感な種類でもないので、とても飼いやすい種類の亀だと思います。初めてね、亀を飼うという方に関してもものすごくおすすめの亀なんでね、ミシシッピニオイガメ、もしね、水ガメ飼いたいけどちょっと自信がないよっていう方は、こういう小型のニオイガメ、ミシシッピニオイガメとかね、あともう少し大きくてフォルムが特徴的なカブトニオイガメとか、あのあたりは初めての方でも飼いやすい亀だと思いますんで、ぜひね、お迎えをする際には、入門の種類としてよく挙げられる亀ではありますので、候補に入れてみるといいのかなというふうに思います。別に亀初めて飼う方じゃなくても、まあね、亀のことよく知ってる方はもうご存知だと思いますが、入門種とか言われながらも、ものすごくね、魅力のある亀なので、まあ、上級者って言うと言い方がおかしいですけど、亀の飼育経験が豊富な方からもね、最近、採血が入ったこともあって、人気が上がっている亀です。おかわりの要求をしてるのかな。はい、まだまだ食べますね。こんな感じで餌もバクバク食べるんで、観察するのもね、楽しいと思います。餌はまあ、大きいね、水槽とかで、もう水かさをね、いっぱいにして飼う場合は、多分ね、沈下性の餌とかがいいと思うんですけど、そんなに深くして飼わずに、首が出る水位。こんな感じでね、首を伸ばせば、水面に鼻が届くところであれば、別にこうやって浮上性の餌でも全然食べます。すごいね、まあ、ちょっと気性が荒いところはありますけど、活発で飼いやすくて可愛いカメなんで、ぜひね、ミシシッピニオイガメ、とても飼育しやすいカメなんでね、おすすめです。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。